現在の Wikipedia のロゴインターネット百科事典である Wikipedia のロゴはジグソーピースで構成され上部が未完成の球体という形をしている。ジグソーピースには様々な表記体系の字体が記されている。Wikipedia 日本語版のページで表示されているように球体の下には Wikipedia という文字があり、そのさらに下にはフリー百科事典という文字がある。Wikimedia 財団の事務所にある ウィキペディアパズル地球ロゴと、その原案者、ポール・スタンシファー・ジグソー・ピースには、字体が一つ記されており、ウィキペディアが多言語であることを象徴する。ラテン文字の W が使用されているのは、ロゴ上の字体は、ウィキペディアをその言語で記述した場合の一文字目で、あるからである。英語版では、球体の下の文字がウィキペディアとザ・フリー、エンサイクロペディアとなっており、 どちらもオープンソースの Linux Libertine Font を使用している。ロゴの原案は当時17歳だった Wikipedia の利用者ポール・スタンシファーによってデザインされ2003年に行われたロゴコンテストで1位を獲得した。その後もう一人の Wikipedia 利用者であるデイビッド・フリードランドがロゴを改良した。元のデザインでは1ピースごとに多言語で構成された。 意味のないテキストが付けられていたが、これを1ピース1文字に限定し、ピースごとに赤や青などの色が塗られていたのをやめ白色に統一した。またピースの設計を改善してその境界がより立体的に見えるようにした。しかし、設計の変更中にミスが起こり、デーバナーガリーとカタカナの表記に間違いが生じてしまった。現行のロゴタイプに含まれる事態。 ウィキボール2007年、ウィキメディア台湾が、ウィキマニア用に 3D モデルを作成した。ウィキマニアでは、直径3インチのパズルが配られた。2D 版のロゴで表示されなかった部分には、新しい字体が追加されず、代わりに、姉妹プロジェクトのロゴや、ウィキマニアに関する情報が記載された。また人間ほどの大きさがあり、スタンドの上で回る、ウィキボールも作成され、 ウィキマニアの会場で展示された。これにより、ウィキペディアのロゴの正式な 3D モデルを作成することに関心が寄せられた。2007年のウィキマニアでの 3D パズル2007年までに、リスターブの利用者は、ロゴの間違いを発見した。しかし、フリードランドが元ファイルを紛失してしまったため、これらの間違いはすぐには直されなかった。フリードランドは、さらに、 私はロゴを再構築しようとしたが、うまくいかなかったと述べ、ロゴはプロのイラストレーターによって、再描画されるべきとも述べた。ウィキペディア日本語版の利用者である、キズヒサコによると、日本語版の利用者のほとんどが間違いを正すことを指示した。彼女はニューヨークタイムズのノーム講演誌へのメールで、変えないことも選択肢であるかもしれません。ほとんどの人は真剣に受け取らず、 このロゴ画像が特別な意味のない様々な文字のポトフのように受け取っていると述べた。2009年末、ウィキメディア財団はロゴの間違いを修正した。文字表記のほか、当時のロゴではスケールがうまくいかず、一部の文字が歪んで見えた。ウィキメディア財団は新しいロゴに対しては 2D 版で隠されたジグソーピースにも字体を規定し、ロゴの視点を変えられるように、 ロゴの 3D モデルも作成した。ウィキメディア財団のオフィスでは実物のロゴが 3D の半球体で作成された。新しいロゴは2010年5月にウィキメディア財団の各プロジェクトで正式に採用された。新しいロゴでは 3D レンダリングが行われ、自体が直されたほかピカド文字がゲーズ文字にとって変わられた。 ワードマークもホーファラーテキストフォントからオープンソースのリナックスリバティンフォントに変わった。英語版のみの変更としては、サブタイトルのザフリーエンサイクロペディアがイタリックではなくなったことが挙げられる。W の文字がファバッカンなどウィキペディアの各所で使われ、ウィキペディアのブランドに特有である W の形をしている一方、リナックスリバティンの W は一筆書きできる形をしている。 ウィキペディアの W を再現するために V が2つ重なっている形の W が Linux l i b ィ t i n e にオープンタイプのバリエーションとして追加された。2014年10月24日、ウィキメディア財団はウィキペディアのロゴおよび財団に所属するすべてのロゴを CC by SA 3.0ライセンスで配布した。2003年から2010年まで使用されたウィキペディアのロゴは ウィキメディア財団によって欧州連合商標に登録された。商標の出願日は2008年1月31日で登録日は2009年1月20日である。ありがとうございます。